ああ発達障害とパニック障害と診断された子どもから、あなたがやってきた子育てを批判されちゃってるのね。謝罪しても謝ってほしいわけじゃないと言われます。批判され続けていると受け,受け止められませんと。今は少し距離を置いていますが、子どもの不安定が心配です。どう対応してあげればいいのでしょうかということですね。うん、だから子どもに、子どもが親を批判するときっていうのはですね、 これは分かんないですけどやっぱりそのこ親を批判してるようで自分を批判していたりとか親を批判してるようでその彼女が生きづらい社会を批判していたりとか全てのそのなんか象徴になっちゃってるんだよねだから本,本来だったら怒ってることをその友達との関係に怒ってるのにもかかわらず子育てのせいだって言ったりとか 本来、勉強がうまくいかないこととか、成績がうまく取れないことを、うん、まあね、親のせいだとか、能力の問題、遺伝の問題を親のせいだって言ったりとか、動力不足を親のせいだと言ったりとか、まあ、すべてに関して全部子育てっていうことに一つに集約されちゃ、されちゃいがちだし、そうなのかなと思いますね。んで、そこをですね、あの、 どうやったら分かっていくのか。じゃあ、親の問題じゃなくて、そういう一個一個問題は実は違うんだ。独立した問題なんだ。一見子育ての問題のように見えるけど、違う問題なんだということをどう理解していくのかっていうとですね、やっぱ親から言ってもね、なかなか分かんないんだよね。<laughs> 確かに。 だから、あのねあの、いやいや、これはあなたを子育ての問題じゃなくて、あなたが宿題しなかったことでイライラでしょとか言ったりしたら、もう火に油を注ぐだけなんで、まあ、言わない方がいいと思いますね。だから距離を取るっていうのは、まあ、正しいですね。距離は取るんだけれど、えー、助かる、助ける、助けてもらえる、もらえる人を繋ぐっていうのが親の役割なんじゃないかなと思いますね。だから、あの、ごめんねって言って、あなた、 すごく混乱してるから、ね、通院したらどうとか、困ってるからカウンセリング受けたらどうとか、そういうことをまあやるってことなんじゃないかなと思いますね。だから見守る見守り、見守り続けるってことは重要なんだけれど、治療するとか一言、この一言で相手の気持ちを変えるとか、直していくっていうのは、ちょっと違うのかなって気はしますね、うん。それは親の役目じゃないような気がします。なかなか難しいんですよね、そこは。 で疲れちゃうしね。まあ、疲れない距離感っていうのは大事ですね。はい。